ん、どうしたの？あ、おりょうくん久しぶり。調味料たくさんもらったんだけど、使い切れそうもなくて。それなら、フードドライブに出してみたら？フードドライブって？お家の医療食品を持ち寄って、必要としてる団体に提供する活動のことだよ。そうなんだ。どんなものが出せるの？こういうものが出せるよ。未開封で包装や外装が破損していない。賞味期限が明記されていて、期限まで2ヶ月以上ある。冷蔵、冷凍、生鮮食品ではない。瓶詰めではない。じゃあどこに持っていけばいいの？それはね、府内4カ所のリサイクルセンターの事務室で受け取るよ。お家のすぐ近くにあるね。一緒に行ってくれる？いいよ。では早速リサイクルセンターに持っていこう。せーの。着いた。ここがリサイクルセンターだよ。それじゃあ早速行ってみよう。こんにちは。未利用食品を持ってきました。ありがとうございます。お預かりいたします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。集まった食品はどこで使われるの？集まった食品は府内の子ども食堂に提供し活用しているよ。素晴らしい取り組みなんだね。いろいろ勉強になりました。またわからないことがあればいつでも聞いてね。それじゃあまたね。ゴミの分別に困ったときは、資源ゴミ分別アプリをご利用ください。正しい分別にご協力をお願いします。